いろはかみの草かがねみの山でございます。ノーミルクサトでございます。さあ、の方でお送りします。こちらですよ。ドン天皇杯準決勝。いやあ、終わりましたね。試合がね、いやあ、うね、こういう結果になりましたよね、先生。まあね、今日はの子様ね 1>,、えー、1枚でお送りしますけど、はいえー、左上、はい。はい まあね、うん、もうエンブレムがでかでかとなってる方ということで、そうか、そうですね。決勝は大分 V.S. 浦和レッズということになりました、はい。どう見ましたか、激戦でしたね、川崎大分ね。ちょっとね、えー、すごい試合になっちゃったというか。うね、まあ結果ね、えー、大分と川崎の方がえ1対1でいい系戦までも連れ込んでの4対3かなって大分が。はいはい で、セレッソ浦和が0ロ2の浦和ということ右手の− 0の浦和ということになりましたあちょっと1試合ずつ振り返っていこうと思うんですけど、まず、川崎いたですよね。はい。まずはと。いや、川崎、チャンス多かったですけどね。いや、結果の言うとね、120分で、馬さん、31本。いやー、すご。よく止めました。そうなんです。で、だから、なんと枠内シュート20本あったんです。高木さん 19号を止めたことになるという。いですね。日本歴代記録なんじゃないかなって思ってます。なるほどね。んあんだけ打たれることもそうそうないでしょうしね。でも、そうですね、ものすごいしのいでしのいで PK でもしのいでね。 そうですね。もうゾーンに入っちゃってたんじゃないかみたいな感じでしたけどもね。川崎の皆さん的にはどこっちゃいいんだってのもあったのかもしれないなっての思いますね。今年史上のね、優選手が出てきてね、こ、ま、じ、あ、開けましたけど、ね、そのまま逃げ切らせてはくれなかったパワープレイで。ね、そうなんだよね。トレビザン選手ね。うん、これがまたって。しかもね、<laughs> まあさ皆さん。はいはい 得点それぞれ決めたのが小林優のトレビザンなんですけど、その小林優選手のアシスト決めたのが元大分小塚和樹選手。はい、あね、フルズ多かったんですって今日ね。そうでしかもね、うん、トレビザン選手のアシストしたのが元川崎下田北斗っていう。うなるほど。いやーそんなところもっていうのがドラマがあったとっいうことですね。ありましたね。川崎選手インタビューでね、川崎選手時はいつも楽しいって言ってましたね。いっぱい止めれるからみたいないっぱい打ってくれるからみたいな。<laughs> <laughs> なんかいいプレーが届きたいつもできるんですよみたいなこと言ってたから。うん。ビケだった時はやっぱプレッシャーない方が有利なのかななんて思ってましたけど、やっぱり。そうですね,ね。川崎はちょっとこうプレッシャーがあっ,たっぽかったですね。そうですね、うん。追いつかれてですし、あのー、王者ですし、<順>ホームシッ 良くなかったですよね要はねうあの大分先行で川崎高校だったからです、ね、でもそれもあってっていうのでう毎回毎回プレッシャーかかってたってのもあったかなと思いますけれどもまあでも要はねもうやっぱり前半からも何回も何回もこうセーブしてたやっぱり高木選手そうですねあれあんだけこれね代表とかでもよくある話ですけどうん、うん、こんだけこうキーパー当たりまくってると、はい、PK 戦まで行っちゃったらそのキーパーにやっぱ止められるっていうになっちゃうからうんなんかねそんな感じがしますよねうーん、えー たださ皆,さ皆さん、マさんもちろん高木選手もすごかったんだけど、はい、その手前にいたトレビザンペレイラっていうセンターバックの2人 2> そうですね怪我を負いながらし、うん、しましたけどもねアミアン,アミアン知念を完封っていう顔してたも、ね、2人に対しては<ー>これもすごかった。 これだから天皇杯って面白いですね。面白いですね。ーシーズン絶対オ者ャがこの一戦落としちゃうわけですからね。そうなんですよね。う,ね<ー>う驚きで落としちゃうんだからそしてね。驚きでしたね。ね最後のねチームこれで解散っていうさ。うん。渡辺まささんね退任っていうところでドラマがありましたね。うん、あのガッツポーズもちょっとね。倒れ込みながらねー。 スタッフの方さん上に乗ってなんていうところは。ねまあ、川崎残念でしたけれど、悔しいでしょうけど、川崎サポの皆さんね。ねまあ、盛り上がったですね。そうなんですよね。今年のサッカー史上、ね、ナンバーワン盛り上がった試合の一つだったんじゃないかなと思いますけどね。やっぱり民放でといいますか、NHK で見た方はね、J リー面白いなってね。 思思ったんじじゃゃなないいううででしょねねリーグすけどもあとね、まずは皆さん、ちょっと私、これ、データマン目線でちょっと思うことも一個ありまして、もちろんこれ、結果としては川崎さん、残念ながら負けではあるんですけど、いわゆるデータマン的な世界の感覚だと、90分で結果つかなかった場合って、その後の結果、いかん関係なく、いわゆる引き分けみたいな感覚なんですよ。ああ、データ的にはそうそう、ざっくり言えばですけど、ので考えるとね、 ACL と天皇杯って川崎いわゆる負け,な負けてないのに敗退しちゃったって感じなんですよ。いわゆる PK 戦にまで行ってって感じだね。あとルバンで浦和と当たってけ、うん、結果的に敗れましたけど、うん、ここはアウェーゴールされ負けちゃったんですよ。なるほど っていうことは、試合そのもので言うと負けてないってところうと、ん、でリーグ戦優勝するわって話ですね。っていうことなんですよ。ね。強いのは強いってことですね。そうなんですよ。世界でもなかなかないことが今年川崎に起こってしまったなんてのがあったのかな,となすな。はいはいはい、はい。で、もう一個ですね。そして、浦和、はい、セレストですよ。まあ、ここにある通りですけど、ウガジンさんが決めていくう。もうすごいミドルでしたもんね。うん。 あの、得意ですよね、あの位置。はい,はい、はい、あのー。あの、あのなの、ペナルティエリア脇というか、はい、ちょっと離れたところからギュンって決めていくのって、年日ぐらい前から決めてるイメージが。うん、狙ってたんですかね。本<当>やっぱね、ここね。なんかインタビューでもおっしゃってたんですけど、うん、もうあの、今日の試合に関してはね、正直言い方悪いかもしれないけどってところでちょっと一回貯めて、うんはい、俺を契約満了にさせたことを後悔してやると思って試合に臨みました。<laughs> <laughs> <laughs> そんなこと言ってたんですね。そうなんですよ。あ、そこ見てなかった。はい。でもやっぱその後に、うん、また宇賀神さん分かってらっしゃる方だから、一瞬こうため作るんですけど、 拍手起こるんですね、スタンドから。すごいっすね。<laughs> うん。やっぱりなう、うまい、お話うまい方、あの人ね。そうですよね。最終戦のね、あの、あれでも、ホーム最終戦。ピッチもそうでしたけれども。もったですけどね。なんか、まさにこう、プレゼン的なうまさみたいなのが感じられるところでも、ねねでね、ありますよね。間を使いこなす男。そうなんですよ。だから、あの、もう、宇賀神、ここにありってことは証明できたと思うので、うん、あとはみんなでこう、結束してね、あとみんなとこう、決勝に行きたかったってところもあるから、はい 来週の決勝、みんなで行きましょうよろしくお願いしますみたいな感じで締めてたんですけど。また GM への道が一個ね。1個ね、近づ,ね <laughs> 近づいたかもしれない、ね。あの宣言以来もどう GM にね、こう詰めていくのかなっていう目で見てますけど、点 <laughs> も取っちゃうのがすごいですよね。そうですね。ね<ー>そして、あとね、はい、もう一個の、そこで言うと、やっぱセレッソ大阪側で言えば、うんうん まあ、あのまずはね、にし西うという若い二人が代表発、ね、表を呼ばれてから初めての試合ということになりましたけれども、最後ちょっとね、西尾選手、いいブロックなんかもありましたが、小泉選手にちょっと一個やられてしまうなんていうシーンもありましたが、うんはい、ねあとは大久保選手ね。そうですね、お疲れ様でございました。お疲れ様でございました。うん、最後ね、見たかった感じがしますけどもね、決勝で。そうですね。はい なんで、ここは,ではどちらか、いわゆる大久保選手か、阿部、うん、ゆ紀選手、どちらかがこの試合でって感じでしたから。ね、か安倍です阿部選手の花道もあるわけだからね。そうなんです。うん、だから最後の最後は、だから、片野坂サッカーとしての最終戦 VS、まあ、牧野さんや宇賀神さんたちのね、うん、浦和最終戦阿部ゆ紀さんのまあ最後の試合ということなるまあなるのか、な、という感じですね、はいはいはい。いずれにせよドラマがあるということですね。そうですね。はいうん、そして、もう一個だけ、この試合、このね、日によって、もう一個だけ、まあさ、皆さん、情報が生まれました。はい,は,いは,いはい、はい、はい。 これによって川崎が敗戦したことにより、今季リーグ4位で終了した鹿島は来年、残念ながら ACL の進出はなくなりました。そうい願ってたわけですからそして、実はね、4枠って言われるじゃないですか、日本って ACL、正式に言うと 3+1 って枠なんですよ。なんかそういう書き方しますよね。そうなんですこのす +1 って何かって話なんですけど、要は、ストレートインのクラブってのは、リーグ戦1位と2位。 プラス天皇ああそれが3なわけねなので実は川崎とマリノスのストレートインは確定プラス神戸はプレーオフに回ることもこれで決まりますなんで最後のストレートイン枠を大分 VS 浦和となるほどねはいでこれによって今ですね多分ねお一方だけ今日本に困ってる方がいらっしゃいますってる方がいいらしゃまえ日程くんですあああの 大分が勝った場合ってことでしょそういうことです。大分は、あの、実はレギュレーション上、今までなかったケースだからあれですけど、はい、あの、J2 のクラブが行っちゃいけないっていルールは存在しません。うんうん、そうですよね。はい。なので、はい、大分が勝った場合は、J2 足す ACL です。 はい。いや、俺見たいですよ、そのケース。なんで、なんで来週の結果が終わるまでそして ACL 側との競技が終わるまでは、来季の J2 日程を考えることすらできない。そういうことか。これでも話題を呼びますよね。そうですね。なるほどね。いやなんかね、お互いこう最後はこう戦術家同士のバトルになりますから。確かになんかね。どんなゲーム内い決勝は。 いや、ここはね、うん、だ大分側がちょっと2名ね、えっ、ー、と、ペレイラ選手あと井上健太選手がもしかしたらおけがっていうところがあるので、そこが心配ではあるんですが、うん、なので、トレビザン VS ユンカーになるでしょうし、うんはい おそらくもう片方のセンターワークワクを坂圭介選手が担うことになるんじゃないかと思いますから、まあ小泉 VS 坂ということになると思うので、うんうん、まあ地上戦結構そういう感じの勝負になるでしょうから、はい、やっぱそこのワンオンワンって感じ、まあツーオンツーみたいなところですよね。うん、そこ崩した上で、そこ守った上で、うん、さあ最後高木岸を守れる、破れるかってところと、カウンターを置いてどう発動できるか、その中にも注目していきたいですね。ね置いたのがプレッシャーなさそうですけどね。 楽しそうですね、こっちの方がね。ね、確かに。で、俺は来年絶対ね、ACL 行きたいってのをもともとやってきたから、そのチャンス、ついに手が届いたところなので。ああ、そうだね。うん。うん。もう、どっちがどっち ?ACL のオーも見たいし、ACL の多い多も見たいんだよね。そうなんですよ。どうなりますでしょうかどんなドラマが待っているんでしょうかはい。12月19日、来週ね、日曜日行われますので、みんなで見ましょう、これはね。ですね。ということで、準決勝。 こうなりましたよというのをね、うん、ワイワイ喋ってみましたということでございます。みるわと毎日やってですんでね、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろしでございましたノよろしくおでしたありがとうございましたおりがとうござしいましたお疲れ様でしたお疲れ様でした。